お出かけクローゼット、ミルちゃん、着せ替え仕入れ絵本。パン。ヒール。おー、かわいいお洋服。こっちはドレス。幼稚園の円服。カツラ。カツラが入っとる。かわいいお洋服も。これがクローゼットか。終わったらここにかけるのかな。いっぱいかけれるね。よし、じゃあ最初からやってみましょう。1ページ。おはよう。パジャマを脱いで着替えよう。どのお洋服を着ようかな。この中のどれかにしようかな。これとかかわいいね。お洋服を難しいな。あ、ちょっとずれてないか。よし、じゃあ靴も履かせよう。靴はどれを履かせばいい。これもかわいいね。あの服に合うのはこれかな。履かせてみよう。かわいい。頭か。うん、リボンかわいいね。よし、できた。色が合ってる。着替え完了。次のページ。ペロ。幼稚園に来たよ。お友達たくさん。砂場に滑り台、みんなで遊ぼう。よし、この服脱がせよう。おー、クローゼット。よし、クローゼットのどこにしまおうかな。一番最初にここにしようか。へい、できた。靴も脱がさなきゃ。あとリボン。円服、円服。おお。だ、帽子と。だね。あれ？ここか。靴。こっちにあった。難しい。イエイ。じゃあ次のページ。ペラペラ。あった。公園にお出かけ。とってもいい天気。お外でのボール遊びは楽しいな。ボール遊びだから動きやすい格好がいいよね。これとかどうか。うん、うさちゃんもかわいいね。よし、じゃあやってみよう。あとはこれ。こっちからかな。あれ、なんかずれちゃった。あれ。よし、ずれちゃった。よし、チェック。はい、よし、よし、オッケー。あ、かわいい。よし、ミルもボール遊びするぞ。ちょっと耳が邪魔かもしれないけど。よし、じゃあ次は。わー、パーティーじゃん。夜は素敵なダンスパーティー。みんなおしゃれをしてドレスアップ。お、みんなドレスアップしているね。じゃあミルは何着ようかな。メリッちゃんだから、このなんかピンクのやつしてみようか。よし、ペロッ。ドレスを着せる。せっかくだからウィッグもつけちゃえ。
どっちに迷うな。こっちにしよっかな。あれ、ビリって言っちゃわないように。はい、よし。ほう、なんかすごいやばい、イヤリングまで。あれ、よし、取った。はい、あれだ、よし、王冠をつけちゃおう。ペタッと、あ、ちょっとずれちゃった。まあいいですね、イヤリングが可愛いです。カツラもなかなかです。ゆずちゃんたちすごいな、幼稚園児なのにパッて行っちゃって。パーティーの後は、わー、今日も一日楽しかったね。パジャマに着替えてまた明日。おやすみなさい。あ、もうパーティーから帰ってきちゃったんだ。ポコとミルクちゃん寝てるし、ヌネちゃんもう着替えちゃったんだ。早いな。パジャマをどうしましょう。2個ある。1個、じゃあこれにしよう。ボタンついてるしパジャマだ。下から履かせた方がいいか。下はどれにしよう。かわいいな。ふむふむ。ふむふむ。じゃあこちらにしましょう。はい。よし。おい、きれいにやれたぜ。そして上の服も派手なパジャマだな。おー、かわいい。じゃあおやすみなさい。またお洋服はきちんとクローゼットにお片付けしようね。じゃあ私がコーディネートしてあげよう。おー、じゃあねねちゃんのお洋服から決めましょう。うん、これ見たことないな。これをねねちゃんに着させよう。顔が片目に、あ、かわいそう。これとかどうか。ヘアピン、ん、あれ、こっちか。靴はどれにしようかな。これとかどうかな。よし、じゃあこれにやってみよう。よし、履かせて、よし、今度は綺麗に履かせた。で、じゃあ次はメルちゃんのお洋服。うん、メルちゃんはこれも可愛い。これにしてみよう。じゃあこれをメルちゃんに着させてみよう。おお、ペタッと、うん、可愛い。ちょっとスカート短いね。見てみてね、メルちゃん。そしたら帽子とかアクセサリーをつけよう。これとかどうかな。カメラマンだから似合いそう。よし、こんな感じ、こんな感じか。靴これとかかわいい。よし、じゃあこれでペラッ。よし、ぴったり。靴だけはぴったりに履ける。できた。じゃあミルクちゃんにもこれをつけてあげよう。こうやって通った。なかなかかわいいじゃないか。にゃん、ぽちゃんにはこのでっかいリボンをプレゼントしよう。てんてん。よし、お洋服クローゼットにかけ終わって、片付け終了。じゃあ畳みましょう。出た、よし。